林真理子さんのですね、講、え、談、ー、社が出ています。なんと38年ぶりの書き下ろし、えー、奇跡という小説ですけども、えー、結論から言えば、あの、大変素晴らしい小説だと私は感じました。ちょっとあの、帯に書いてあるていうことを読んでみますね。男は世界的な写真家、女は離縁の妻。離縁ってあの、歌舞伎役者の世界ですね。えー、生前、圭一は広子に何度も言ったという、僕たちは出会ってしまったんだ。出会ってしまったが、広子は離縁の妻で母親だった。 不倫といいう言葉を寄せ付けなななほど正ししくく高潔な2人これはまさしく奇跡なのである私はひろ子が託された奇跡の物語をこれから綴っていこうと思う真実を語ることはこれまでずっと封印してきました、えー、林こんなにも人を愛してみたい一生に一度林真理子が書かずにはいられなかった愛の奇跡の物語ということなんですけれどもあのー 本当にに一気に読めますで僕はねあのこれについて世間で言われていること言われているであろうことについてはあえてフレーズに僕があの感じたそれ以外のことについてちょっとレビューしたいんですけどまずねこれはねおそらく一般読者にとっては非常にそのうんファンタジーとして読める、えー、これ英語で言ったね are rare glimps into a world、uh, you know、uh, fair、um, レアグリンプスっていうのは、その、非常に稀な、えっ、ー、と、のぞき、な、なんだか、のぞき窓というか、あの目、こういう風にね、あの、僕自身もこの世界は知りません。あの、ひょっとしたら横で通り過ぎたことあるかもしれないけど、つまりだからその、本当にや、歌舞伎役者、名門の歌舞伎役者の家の、えー、様々なこと、それからその世界的な写真家、もう本当世界的なブランドの、えー、アートディレクションをやってるような方、えー、その、 えーと、住んでる世界の生活感というか、の、えー、様々なこと、人間関係とか、あの、出てくる、なんてかな、えー、と、経験世界っていうんですかね。これが、まあ、普通には、まあ、我々経験できないことなんで、そこを覗き込むというね、なんか、ある種のファンタジーという視点が、僕はあると思うんですよ。で、確かにややこしい人間関係ではあるんですけど、人つそのネタバレというかですね、あの、 言うと、実はその、えー、この、えーまあ、恋をしている二人ですね、えー、の、もう一人いるんです。それは何かというと、その、歌舞伎役者と、その、この、女性の間の息子さんですね。今、あの、新進気鋭の本当に素晴らしい役者さんとして、えー、注目されている方なんですけども。その方が実はい,いつも一緒にいるんですね、その、えー、写真家の方と、圭一さんとですね、子さん、えー、リエンの妻。 そこが非常にユニークなセッティングでだからこれはあのもちろん、えっと、この小説はですね、えー、取材に基づいたフィクションですとフィクションですと書いてあるんでこれあくまでもフィクションなんですが、まあ、それに相当する事象があったわけですねその子供の位置づけというのがとってもとっても、えー、興味深いんです。でその なんかその子どもの成長小説でもあるんだと僕は思うんですね。で、やっぱりあの現代社会において、何て言うんですかね、誰かにを愛するって言ったら、その人にいろんな時間とかリソースを降り注ぐということだと思うんですけど、まあ、これ、ある意味じゃ愛がもたらした奇跡で、やっぱり一番大事なことの一つって、やっぱりその今若手の役者さんとして活躍を始めていらっしゃる、その方がこれからか大活躍するという、その時において、 えーときっと彼が受け取ったもの、その世界的な写真家の方から受け取ったもの、その方が見せてくれた世界、芸術の、それが恐らく歌舞伎役者としての芸の怪しいんだって、これから素晴らしい舞台をやっていかれると思うんで、えー、その方が結局、この奇跡のこれからの,あのいろんな話を紡いでいくことなんだろうなと思っていくんですねで、このやっぱりあの、なんでこのひろこさんという方がその、えー、林真理子さんに、えー、私たちのこと書いてくださいと。 おっっしゃったのかというとこれあの後半に出てくるんですけどもちょっとこれ一文でたらになりますがまあ林さんはこの方々のことをよく知っていてところがその結婚式があるんですけどもその写真家の方のですねそれまでそういう裏に隠れたストーリーを全く知らなかったと気づかなかったっていうんですねだから、えー、放っておけばこの世から消えてしまう物語という経験をえー 小説にしたということで、僕はいつも思っていることがありまして、優れた小説とは何なんだろうかと思ったときに、やっぱりこの世から書かなかったら消えていってしまうものを書くのが優れた小説だと僕は思ってます。だから、すでにメジャーなものとか、すでに声が大きい人を、えー、書くのではなく、声が小さい人、えー、ひょっとするとあの世の中のノイズに書き消,消されてしまうようなこと、えー、隠されたもの、それを えー、定着させて、普遍的な物語にするというのが、僕は優れた小説の、うん、一つの指標だと思うんです。そういう意味てこの奇跡という小説は、もしこの小説として定着しなかったら、消えてしまったある経験、それを書いてるということです。ですから、あの、僕はね、あの、林さんと昨日喋ってて、あの、この小説についていろんなことを言ってらっしゃる方が世の中にはいらっしゃると。で、僕はそれ全部本質ではないと思うんです。そういうことを考える、 のはおそらく人間としていいいいと思いますあのいろんな議論があっていっています。非常にコントロバーシアルな小説があると思うんですけど、ただ、ここで抱えていることは、えー、先ほど申し上げましたように、普段一般読者が垣間見えないような、本、ま、当、あ、ファンタジーとしか思えないような、最高の文化の世界ですね。日本の,その歌舞伎という伝統芸能の最高の、えー、文化の世界で、そこの当事者から見える世界はどういうものなのか。 そして、えー、田浦圭一さんという、えー、世界的な写真家の方の、えー、なんていうんですかね、見てる世界。そこはもうパリであり、ニューヨークであり、えー、世界的なブランドのアートディレクションであり、なかなか経験できないものを見るという、そういう意味で言うとはもう一度旅して戻ってくるみたいなね。ねこの小説を読んでいるときに、そういう異世界への旅ができるってことがそうだし、それからその、えー、歌舞伎役者、 の子供さん、今の若手の役者さんですね。その方の成長の物語っていうかその人に非常に、なんていうかね、危ういバランスの上に立った人間関係なんだけど、そこで注がれた愛と、そして影響力。それはこれからその舞台でどんどん,どん生かされていくんでしょう。そのことと、そして最後に申し上げた。もし、林さんがこの小説という形で定着しなかったら、この世から消えてしまっていたかもしれない、ある経験、時間の中で。 それを書いたというところにおいてやっぱりこの小説は物語として非常にあの普遍性を持っているなと思っていますそういう世の中でコントロバーシャルなことはいいんですがそのコントロバーシャルのノイズの海を越えてですねこの奇跡という、えー、非常にある意味じゃピュアな純粋な小説の企てにたどり着いていただけたらなと思いますぜひお読みくださいとてもおすすめですそして僕は実はですねあの一つだけ個人的なことを申し上げると 最後の方を読んでて、あーと思ったんですが、実はですね、僕、あのこの、えー、まあ、先に取り上げられている、えー、俵圭一さんですね、この田原圭一さんの、えーにお、写真を撮っていただいたことがあるってことを、突然思い出したんですよ。というなんですね、まあ、ある、えー、スポンサーがやってるある番組があるんですけど、その番組に僕、出させていただいてて、で、その、 彫像写真はその田原圭一さんが撮ってたんです、ね、で僕もだからその番組の初,初期に出させていただいてて白、まあの美術館っていう、あのー、ポ,ーポーラがやってるよう、あのーまあ番組だったんですけどで初期に出,して出させていただいてで田原敬一さんにそういえば写真撮っていただいたってことがボーッと読み上げてきてである意味ではそ,その会合ももしこの小説が出てこなかったら私の記憶から消えたかもしれないしまた その写真を撮ってくださった方って僕やっぱり鮮明に覚えてたんですけどすごいもう素敵な方だったんですがあのその方についてより深く知るきっかけにもなったということで僕自身にとってももしこの小説がなかったら消えゆく素晴らしいものがえそうやってよがえった小説家の役割ってやっぱり我々の日々その時々に消えゆく体験を普遍的に定着させてくれるそれがえ小説家の役割だと思うんでそういう意味で言うと林さんとても普遍的な。 小説家、芸術家としての役割を果たされたのかなと思います。ということで、林真理子さんの、えー、奇跡講談社から出版されていまして、定価は本体1600円、税別でございます。皆さんぜひお読みください。